スリープフリークス講師の大鶴です。セッションストリングスプロ第2回ということで、前回に引き続きまして実践的な打ち込みについて解説をしていきたいと思います。ストリングスの打ち込みといってもいろいろあるんですけれども、今回はポップスやロックの上物として入るストリングスという前提で、このセッションストリングスプロの特性をつかんでいただくというところに焦点を当てていきたいと思います。で、今回はまず完成したサンプル、これを聞いていただいて、どのようにしてこういう風に仕上げるかというポイントを解説していきたいと思います。はい、それでは一度お聞きください。はい、このような感じに仕上がっております。で、早速セッションストリングスプロのセッティングなんですけれども、前回の最後にお話ししたようにレガートを中心に使っていきますので、4つを立ち上げて、それぞれに第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、チェロという構成にしています。このようにミディトラックも4つあって、それから出力も分けているという状態ですね。それから音作りについて触れておきますと、このセッションストリングスの FX のタブ、この下の3つの中の FX のタブですね、こちらについている EQ を使っています。少しローを弱めにしながらハイ寄りの音にしてますね。まあ、これはやっぱりベースやドラムがありますから、まあ、上物としてそちらにシフトさせるという目的でそういう風にしてますね。それからコンプレッサー、ここにコンプレッサーもついてるんですけれども、まあ、これ多少入れといた方がいいでしょう。やっぱりまあロックやポップス系だとどうしても埋もれがちになっちゃいますので、まあ、少し入れといてあげると音が前に出てきます。あとはリバーブですね。これはここではあんまりがっつりかけないで、部屋なり感、これルーム系なんかを選んでですね、少しかけといて、あとはダウ側のリバーブも活用していくとした方が馴染みはいいかなと思いますね。で、次にキースイッチの構成ですけれども、まず中心に使っていくのはレガートです。で、その下2つもレガートの仲間みたいなものなんですけれども、まあ、グリッサンドの方が分かりやすいですかね。まあ、音から音を滑らかにつないでいくと。これゆっくりつないでいきます。で、ポルタメントはちょうど間ぐらいのスピードだと思ってください。ポップス系のストリングスは、まあ、カウンターメロディーとして、まあ、いかにこう綺麗に音と音をつないでいくかというところが肝になってきますので、このレガート系のアーティキュレーションっていうのを、まあ、揃えておいた方がいいかなと思います。他によく使うのはやっぱりこのスピッカートとかスタッカートとかの短い音ですよね。スタッカートが一番短くて、スピッカートがその次ぐらい短い音です。最後の一つは弾き始めとかに相性がいいアクセントを今回は入れています。この6つを C1 から A1 までの各鍵盤にアサインをしているということを覚えておいてください。ではエディターの画面に入っていきますけれども、最もキースイッチを多用するのはやっぱりバイオリンですね。なのでまず第1バイオリンと第2バイオリンだけを表示した画面としております。基本となるアーティキュレーションがレガートということで、このどのところが一番入ってますけれども、まあ、レガートつないでいくためにこのノートを重ねていく必要がありますね。で、その重ね方なんですが、レガート奏法若干発音が遅い傾向がありますので、このように少し前に倒す形で重ねてあげると、そうするとこうテンポにジャストで合ったような形で音が推移していくというふうに聞こえます。で、より滑らかにつなぎたいところに、このキースイッチのレとミ、ポルタメントとグリッサンドを使っていくんですけれども、第1と第2で微妙に変えているところがあります。これなんでかというと、例えばこの部分、第1がポルタメントで第2がグリッサンドとしてますけれども、これどっちもグリッサンドにしちゃうとちょっとピッチが甘くなったように聞こえるんですね。戻すとここも同様ですね。ここ第1がポルタメント、第2がレガートとしてますけれども、これどっちもポルタメントしちゃうとちょっと音程悪くなっちゃう。このように音の高さや流れによってはちょっとピッチが悪く聞こえる時もありますから、こういう風に組み合わせていくっていうのも一つの手かなと思いますね。次にここファのキースイッチを使ってスピッカーと短い音にしているところですけれども、ここの注意点はベロシティを少し弱めにしてあげることですね。まあ、レガートと同じようなベロシティでいっちゃうといきなり強くなったような印象を与えますので、自然に流れるようにベロシティは弱めで入れていくというところを注意してください。
で次がこのラにアサインされているアクセントの音を使ってるんですけれども、ここは前のスピッカートからの流れできっちりアタックを出しながら伸ばしたいので使っています。改めて聞いてみましょうか。実はですね、このアクセント、この最初の駆け上がりの1音目だけ、ここにも使ってるんですね。これを入れることによって非常に駆け上がりがそれらしくなるという効果があります。これ例えばレガートから入っちゃうとちょっと勢いがないですよね。戻すと、はい、こんな感じです。実はここにもう一つテクニックが隠されてまして、このアクセントの音が非常に短いせいかもしれませんけれども、ラウンドロビンの影響でこう演奏ごとに強さが変わっちゃうんですね。でそこで実はここだけあのラウンドロビンオフにしてます。コンタクトの機能を使って CC の22番にラウンドロビンのオンオフというのをオートメーションできるようにしてあります。ここはオフでここはオンですね。これをバイオリン両方に入れていると、まあ、こういう小技も使っていますので参考にしてみてください。でこの最後のスタッカートとアクセントのあたりなんかもベロシティに気を配っていただければ OK かなと思います。ちなみにビオラとチェロはそんなに手の込んだことはしてなくて、この部分だけですね。スピッカート、はい、ベロシティに注意しながら入れています。チェロは音域が低いのでキースイッチも1オクターブ下です。この点も覚えておいてください。はい、非常に盛りだくさんになりましたけれども、いかがでしたでしょうか。ストリングスの打ち込みというのは、まあ、なかなか面倒くさいという印象が強いかと思うんですけれども、セッションストリングスプロは、まあ、その中でも比較的手軽に本格的な雰囲気を出していける製品だと思いますので、お持ちの方はぜひ活用してみてください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。